どうも、ナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はレベル上げやっていきたいと思います。以前動画でレベル上げ動画出しましたけども、あれは連射コントローラーが必要なタイプです。今回は連射コントローラー必要ありません。でも効率としては、連射コントローラーがあった方がいいですね。でもこっちだと誰でもできるっていう感じです。必要な装備があります。それがこれ、浜の指輪ですね。効果が用心棒の発生確率 30% アップです。これは細工で作ることができるので、たくさん作って OK です。でこれを仲間3人につけておいてください。そして特技のスカウト、敵を探すを入れておいてください。敵を探すですね。そしてあとはこのまま放置しておくだけです。で効率を上げるために、これだけではなくって修行とかねを入れておくといいと思います。あと海岸ねオンにしておけば SPBP がアップしますので、まあ、それを使いながらやってみてください。まあ、とにかく、スカウトだね。これで敵を探すのを入れて放置しておくだけです。そうすると、用心棒が発動して敵をどんどん倒してくれて経験値がガシガシ入ってくるっていう感じです。で一応キャラクターは画面の端っこに、背を向けて立っておいてください。これが安全ですね。たまにね敵が自分のほんの近くに出てきて当たることがあります。なのでちょくちょく見なきゃいけないんですけども、一応、そこそこ放置ができるっていう感じです。完全な放置とまではちょっといかないですね。さっき何度か試したんですけども、すべて敵が近くに出てきてエンカウントしてしまいました。なのでちょくちょく、そうね、2、30分に1回ぐらい見ていけば大丈夫だと思います。はい、まあ、これで簡単にレベル上げができます。これもうほんとね、用心棒が使えるようになったらばすぐにできると思いますので、序盤からいけます。ただし序盤の経験値ではそこまでレベルは上がりにくいと思いますので、まあ序盤でちょっとずつ上げながら最終的にね試練の洞窟で使うっていうのがいいですね。はい、ということでやってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。